みなさんこんにちは、選挙用品ドットコム田村亮です必勝選挙チャンネル始めたいと思います本日は地方議会議員選挙で認められるようになりました選挙ビラについてお知らせしたいと思いますで、この選挙ビラということなんですけれども、おついにですねまああの国政選挙や知事選とかで市長選というところでですね使われてはいたんですけれども、これがですね県議そしてですね市議において使えることができるようになりました 町村議会議員においてはですねまだこれは適用されないということで選挙ビラは配れませんがこの選挙の本番中に配れる選挙ビラということでですね例えば市議会議員であれば4000枚配ることができるようになりますまた横浜市のような政令指定都市の市議会議員候補者であればですねこの枚数は8000枚まで配ることができます。そして最後えー 都道府県議会議員ですねこちらに関しましては1万6000枚までですね配布することができるようになりますこちらはですね配布することができるんですけれども、えー、と公費負担のです適用がですね得られるということでえっ、ー、とですね各自治体ごと、まあ、決められた金額というのも支給されることもできるということになりますそしてですねこのビラの運用方法なんですけれどもこれはですね まああの国政選挙とか手伝ったことある方がいるとまあまたあの作業やるのかということになるんですけれどもえこのビラ一枚一枚にですね選挙管理委員会からえっ、ー、とですねいただく少子というシールをですね貼るということになりますでこれあの国会議員のお手伝いなんかをですね選挙のお手伝いなんかをするとまあこの事務所にこもって徹夜でこのシールをビラに貼っていくとでこのビラを貼ったシール シールを貼ったビラですね、はい、そちらしか配ることができないというのが取り決めでございまして、えー、とこのシールがですね、まあ、市議会議員の通常の選挙であれば4000枚配られるわけですがこの4000枚貼ったビラを配ることができるというのが厳密な解釈になりますそしてですねこれ配り方というのもですねあの決まりがありますのでこちらもぜひ今回は覚えていただきたいと思いますで、えー、とこちらのビラに関してはですね配れる配り方が決まっています どういうところで配れるかというとまずは街頭ですね街頭での手配りという形になりますそしてですね事務選挙事務所の中であるとかあとは個人演説会場の内側ということで、まあ、据え置きやですね、まあ、手渡しという形で配ることができるようになりますあともう1つはですね新聞織り込みといってですね新聞織り込み業者さんに依頼してシールを貼った状態で,す、ね、であのお送りすることによって配ってもらうというふうな手法があります でですね、この手法の中にはですね一つだけ気をつけていただきたいんですがポスティングというものは含まれません。 ということで選挙ビラというのは認められてはいるんですけれども、えー、織り込みはですねあとは街頭での手配りという風なところはオッケーなんですけれどもポスティングという風なですねやり方はですね認められていないとこいう風なところここもですねポイントとして勉強されてですね、えー、今度ですね選挙ビラが適用される時にはですね使っていただければと思います本日は選挙ビラについてですね地方議会議員選挙で認められるようになりましたのでこちらについての説明とさせていただき 以上チャンネル登録よろしくお願いします。